私のためにお化け屋敷の予習をしてきてくれたのって。そう、お化けからリコちゃんを守るために予習してきたって言っといて。お化けからリコちゃんを守るためにって。飛んでった？帰ってきて。エンショット、帰ってきたかな。帰ってきて。あ、七並べやります。七並べ七並べ、50分44とかいけるんかな。あれ全然余裕やね。ちょっと2回ぐらい合わせてみよう。久しぶりに。50分44秒、2回ぐらいだけ。50分55分59分とか3回だけ。50分44か。電波時計。確かにゴールデンベッドタイムに合わせたら良くないんか。やめようかな。ハワイさん、花火ありがとうございます。じゃあ逆に10時からにしようかな。ポイントの、確かに、まあ、そんな焦ってないから私的にはいいんだけど。確かに。じゃあやめとくか。焦ってる方がいるもんね。とりあえずやっとけばええやんて。確かに、まあできる人は来るよね。やっとこうか、せっかく開いたし。50分44秒、ガチってない方が来て。じゃあぶりに電波時計開くわ。懐かしいこのアプリ。ガチるからやらない。こんばんは。何回やる？まあ3回とか4回。リコちゃん安心した。めんどくさいですね。メンヘラ彼女がいる気分ですわ。今日も白い？あと30秒ぐらい。
ばんは。ほい。押しました。ふっくらご飯。いずちゃさん。もぴぴさん。です。対戦ありがとう。ポン太郎さん、タコありがとうございます。来たね、当たってる。あ、今これのイベントか、宝箱。タイピーエン、タコありがとうございます。てん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 。核ハイボールは神。え、あれさ、船って結構おしゃれなドリンク置いてるじゃん。だからハイボールもなんか透明なさカップに入って氷入って出てくるんかと思ったんですよ。なんか聞こえると思ったら、リコチの配信開いてるなと。怖っ。女の人の鼻歌聞こえるって思ったら、リコチの配信か。あそこはジュースの方がアイドルらしかった。え、でも私はハイボールで売ってるから、あれわざとですよ。映さないっていう選択肢もあったのに映してるからわざとです。写真撮ろうと思ってハイボール買ったら缶だったんですよ。スポさんいいよね、4000個作ってくる、ウケる。マジ？え、そう、ハイボールもおしゃれな、なんか結構おしゃれなさ、あそこの船の芋全部おしゃれだったじゃん。シー、なんかロゴ入りのさ、シースピカ。対戦ありがとうございました。もぴぴさん、いずちゃさん、ふっくらごはんさん。だからカップに入って氷入っておしゃれに海で撮ろうと思ったの。そう、そしたらそのままハイボールですねって。ほい、モピラか。次、じゃあ54分44、シーパセオか。そう、え、でもこのハイボールならいらないと思ったけど、まあもうね、カップ、コップないですかって聞こうと思ったけど、まあ諦めました。こんばんは。54分44秒。あれ、普通にカップに氷入れて、あれ入れてくれたらそれだけでおしゃれじゃん。し、店側としては量も節約できるじゃん、氷入れたら。1缶でさ、2杯分ぐらい作れそうじゃん、頑張ったら。ほい、そう、缶で出てきたんです。いずちゃさん、もぴぴさん、やするぱん、3人中2人さっきと一緒なんだけど、そんなことあるか。こんばんは。そう、缶で出てきたんです、ハイボールが。
今日もお祭りで写真撮るのにハイボールにするか悩んだけど、今日はちゃんとジュースにした。チーボー。でも今日のお祭りはハイボール300円だったんですよ。結構安いよね、祭りにしては。よいち、そう、ハイボールか。しかもちゃんとカップに入ってるやつ、透明な。え、祭りで300円なら安いです。カップに入ってた、ちゃんと。祭りなら安いですよ。お祭りはお高いですから、全部が。お、イエーイ、1位。イエヘー、2回連続ね、うん、いいね。お祭りの役員だったので焼き鳥に2000本焼きました。やば、めっちゃ売れてるじゃん。そんなもんか、2000本。あ、待って、メール送らなきゃ。ちょっと一旦離れまして、と。どれ送ろうかな。だ、メールはお酒の写真通らんかったよね。どうなんだっけ。あ、でもダメだ。何もないです。おはようツイートに残しておきたいから、今撮ろうかな、写真ね。引っかかったとき気まずい。愛子とのは通ったんだけどね。何持とうかな。やばい、時間がやばい。届かなかったら察します。やばいよー、あと1分。ログイン長いよね。今ログインできました。写真暗いし髪ボサボサだけど、まあいっか。なんか暗いな。やばい、電波。いけた、いけた、いけたよー。送った。
そう、送った。間に合った、間に合った。いけてる。基地並べ2回しかできんかったよ。もう一回やろうかな。基地並べもう一回だけやりまーす。じゃあ22時2分44秒2分44秒でー、全く違う写真だったらおもろい。確かにさっき自撮りしたやつじゃないやつ。ハートなくなった。あと1分。やばい、前回の試合が終わってない。間に合うか。間に合う間に合う。いけたいけた。いけましたいけました。35 36 37 40 41 42 43。はい、お芋ちゃん星ありがとうございます。お、いけてるいけてる。ポン太郎、うどむさん、かずいさん、頑張りか。バグった？ああ。ついてないじゃん。バグったか。今月はもうあとでも10日もないね。今24、25か。もう早いな。24か。あと1週間か。並べ中です。並べてます。並べてます。17位。ほうほう、結構でもやってる。イエーイ、3位、イエーイなのか。2位、1位、3位。終わった。
ズッキー3位すごっ意外な。にゃおさん、サラピから来ました。こんばんは。こんばんは。サラピ。サラピ終わった？まあリコチからめっちゃ LINE 来る。えキャラだ。一生懸命売れないのさ。いやさっき言ってたじゃん、だってコメントで頑張ってる。面白いお話がサラピから聞きましたね。お化け屋敷行ってきましたよ。腰抜かした人の話。そうこっちでも話した。それ腰抜かした、あれはオーバーに持っとんかな、それとも2人でもあのテンションでやってるんかな。4人だからオーバーにリアクションしたのか、それとも2人でもああいうあんな感じなんかな。いや広くはないですね。5分ぐらい、5分も経ってないかな。4分、え5分経ったかな、5分ぐらいかな。めっちゃすごい。おいくらしました？結構いい値段するよ。私たちはねあのチケットをねいただいたので無料なんですけど、1000円。何歴戦？ゆきりかちゃんのイメージ変わったね。でもよかった、お化け屋敷楽しめるタイプかもしれない。自分が反応できなかったらどうしようって思ったけど、今後。ほずみさん尊い、ありがとうございます。えサラピめっちゃ楽しそうだったよ。サラピなんか叫び声の何デシベルみたいなやつも測られるんですよ。だからあれを今日の1位とか書かれるのね。今日の1位は〇〇さん〇〇さんみたいな、そこに名前を書かれたくてめっちゃ叫ぼうねって。今日の1位は100何本、106。くにさんかわいい、ありがとうございます。そうサラピと手つないでたよ。いいでしょ。でも1位になれなかった。手つないでた。キツネさんタコありがとうございます。私はサラフィス様が羨ましい。逆にね、何歩ぐらい、でも80ぐらい出したんかな。結構頑張ったんだけどな。胸ゆきって名前出してた？マジそれ聞こえなかったかも。
俺様たちは繋いでなかったけど、くっついてたかも、こうやって列車みたいに。私は後ろで距離開けてサナピと手繋いでた。先に行ってもらったって感じ。マジ胸ゆきって言ってた、それ聞こえんかったかも。でもなんかそのお化けみたいなからバラを受け取ってお化けのポケットに入れなきゃいけないんですよ。それはネタバレじゃなくて最初に説明されるんで言っていいやつなんですけど、お化けからバラを受け取ってそう胸元に入れなきゃいけないのっていうミッションがあるんですよ。それミッション、それをみんなが私にやらそうとして、そうそうね、とりあえず受け取ったけど、まあそういう設定です。ねおじさまたちがすればいいじゃん、前歩いてるんだし。なのにバラのとこだけはやらせてくるんです。一番ね、一番大きなポイントじゃん。そう、そこで叫ばれたんか、胸切って、そうお姉ちゃんバラやってよみたいな。でサラピはやらないから私がやるしかなくて、そう一番怖いところ、一番怖いところを、そうしんで欲しかった。マジいいのにね、全然こっちはさね。そのバラなすり付き合いです、マジで。あれバラ取る人誰ってなる。嫌じゃん、私は嫌ですよ、取りたくないですよ。お化けがおるとこからバラ取らんといかんのですよ。それをなんか入れるんです、胸ポケットに。違うところを行って、そう一番やりたくない仕事じゃんそれね。なのにそれをさ任せてくるから、まあいい思い出ですよね。確実に出てくるところだ、いうところですもんね。胸ポケット入れた瞬間さ絶対動くじゃんってなるじゃん。だから一番やりたくない。リコチと言ったらリコチに任せようかな。ね、出てこないから大丈夫だよってリコチに任せようかな。確かにリコチなら100デシベル超えれるかな。それ狙おう。でも予習したけん私はもうどこで何が出てくるか分かったから、ここは出ない、ここは出ないみたいな。結構いいですね。ミニマロンさんタコありがとうございます。4人まで。文吾さん花火ありがとうございます。あと誰が行きそうかな、まあ、急にこうやって誘ってくれたら私は全然行くんですよね。でも意外とねもうすぐ終わるんですよ、9月1日までだから。
なっちゃん NG なんですよ、お化け屋敷 NG。 誘ったんですよ今日。扇風機かい、そうよいしょ。最近パルコ行った。え、でもあれ一人じゃ進めないよ、怖くて。多分一人じゃ進めないから後ろの人と一緒に行かなきゃいけなくなるよ。ちょっと後ろついてっていいですか。そのパターンあんまない、マジないんかな。でも絶対進めない人いっぱいいるよ。あ、4人か、マックス4人までしか入れんから。後ろの人誘う方がいいや、マジ安心じゃない。だって先に行ってもらったらさ、ついてくだけでいいじゃん。別にね、そう。はじめまして、やっほー。何分ぐらい？5分ぐらいです。どんぐらいかな。5分ぐらいかかったかな。こんばんは。割とすぐです。だってパルコのさ、体感5分ぐらい。そうやね、後ろの2人組がカップルとかベイ系だったら絶対誘えない。それは先どうぞ。おじいちゃんだった。ヤンキーだったらちょっと誘えないですね。か、その後ろの後ろとか。先どうぞ。ちょっと進めないので先どうぞ。キツネさんハートありがとうございます。こんばんは。ファンの人だってもね、一緒に回れないからな、スペイベになっちゃうからいけないですね。しぐれさん星ありがとうございます。ユーチューバー、そう、急なスペイベ始まっちゃうから。それからファンの人がいたら先に行って感想を聞かせてもらう。どこで何が出てきた。うん、先にね、毒味みたいな、毒味させます。最初は大丈夫だよとか、それ聞くだけで安心するじゃん。それだとつまらなくないって。でも2人とも最初のドアから動けなかったから、それを聞かないと進めないわ。さっきからお土産もらったんだよね。意外すぎるだよね、二人ともね。二人ともさ、普通に真顔でいきそうじゃん。そうなのにドア閉じ
ドア自分で開けるんですよ。開けて入ってそこでもう進めないっていう。これマレーシアだっけ。お土産もらった。酒のつまみねって言われた。のり天。サラピが雪にかに抱きついてるイメージ。抱きつかれてはないけど手はつないだ。え、あんま記憶ないな。抱きつかれたんかな。それどころってなかったけんさ、こっちはわからんわ。抱きつかれとうかもしれんけど。サラピスパイシーって書いてるわ。ね、いつか食べよ。唐辛子辛そう。でもお化け屋敷は遊園地行った時にひなさんと入ったんですよ一回。その時はね、なんか意外と二人で止まらずに進めたんですよね。人によるんかな。一人が怖がりだしたら伝染するんかな。24フレットさん、金魚ありがとうございます。ひなさんと二人で入った時はそう、なんか普通に歩いて回れたんですよ。何も。そう、モップさん、金魚ありがとうございます。やっぱ隣で人が超怖がってたら怖くなってくるもんなんかな。あ、そう、ひなさんあんま怖がってなかった。確かに意外、逆に意外だよね。その時は普通だった。先輩後輩ってやつがあるけんか、壁。意外と後輩とだったら私が行かなきゃってなるもんね。成瀬さん、金魚ありがとうございます。ね、あとは小学校の時にじいちゃんとかと入ったやつとお父さんと入ったやつ。小学校の時はね結構行ってたんですよ。イオンとかにさ、夏休み限定でさできたりするじゃん。あれを弟とじいちゃんと3人で入ったり、お父さんと弟と3人で入ったり。お風呂の話じゃないです。じいちゃんとは入ったことないかな。お化け屋敷ね、今思ったらじいちゃんよく入ってくれたよね。ね、何歳やったか知らんけど、あの頃60、70とかやん。多分70いっとんかな、のおじいちゃんがよく入ってくれた。確かに お風呂の話みたい。じいちゃんとお風呂は入ったことないよ。だって一緒に住んでないからさ。タラの DD さん、金魚ありがとうございます。お母さんは行ってくれん絶対。だからお父さんとかじいちゃんとか言ってた。と弟。一緒に道後温泉行ったことない。ないです、道後温泉は。じいちゃんと銭湯ないね。うん、お父さんは叫んでないです。お父さんとじいちゃんは叫んでない。
強いね。こんばんは。何十歳まで入れるんだろう、お化け屋敷って。なんか心臓に悪そうじゃんね。進んで歩くタイプだったじいちゃんとか。これ開けたらなんか出てくるんじゃないみたいな、そっち系ね。でも60歳ぐらいまでにしとかんと寿命縮まるって。60歳以上がいったら縮まるよ寿命。あんま、60歳じゃここにいる人入れない。え、でも意外と若いよみんな。60を超えてないよ。65かな、じゃ入れない。あら、意外と。そんなおじいちゃん扱いされてるけどみんな若いよ意外と。お化け屋敷で初めて手をつないだ話してもいいですかって。え、お化け屋敷で初めて手をつないだ、無理。あ、超えてるか。入れます。でも入れる方が多いよ。最近年齢聞いた方も60超えてなかったから、最近誕生日迎えて何歳って聞いたら60超えてなかった。60って結構ね、超えないよまだ。お化け微妙。そろそろ雪にかにも挨拶行くかなって。そうだよ、ショールームばっかじゃん。 STU ファン若い？嘘、若い？若い？あ、めっちゃ今日めっちゃ靴ずれしたんだよね、痛い。若くはないよね、だって若い人い、そのなんか若い人がいっぱいいるイメージないけど。ミドルぐらい、40代とか。気まずい空気ね。でも60は行ってないよ。行ってる方もいるけど若いですね。でも今の60歳って若いもんね。お化け屋敷全然入れるね。腰中さんければ。靴ずれしたサンダルで歩いたら痛いよ。アイドル見る見る。そう、定年もね、65。心臓に悪いから行きません。そうね、行かない方がいいと。ゆきりかは何歳までお化け屋敷行きたいって。
別に行きたい欲はないんだけどね、お化け屋敷常に。どうだろう、でも子連れになったら子供が行きたいって言い出すもんなんかな。50代40代とかで、40代30代こんばんは。富士急の行ってみたい。一番怖いやつじゃん、あれ。しかも長いやつでしょ。でもお化け屋敷行きたいっていう子供珍しいけどね。リカさんの子連れになるのかわかんないけどね。まあわかんないけど、うまく未来が進めば。こんばんは。父さん行かそうかな。なんか私の父さんはじいちゃんってことよね。息子か娘かにもよる。行きたがらんと思うけどね、お化け屋敷なんて。メンヘラメール送られた人だって。リコチというね、メンヘラ。結婚はしそうだよねって。どうだろうね、人生がうまくいけばね。でも占いの人には、あなたみたいなタイプは5人いたら3人結婚しないって言われたから、10人いたら6人。そう、うまくいかないよって。一人の方がいいらしい。なんか欠けてる部分が特にないからみたいな。こんばんは。2回結婚できますねって。まあ結婚は何回でもできますからね。最近メイクさんが言ってて、すごい心強い言葉。そう考えたら、やばい、 20% になった。 20%20% になっちゃったよ。ラパンさん、タコありがとうございます。そう、何回でもできる、そういう見方をしたことなかったじゃん。だから、まあ、うまくいかなかったら何回でもできるんだっていうね、広い目でそういう考えはなかったけど、まあそう考えたら確かに節約モード。そろそろ終わろうかな、10時半か。希望持てました。そうだよ、違ってもうダメだったら、お疲れ様でした。まあ難しいよね、参考にしますって。返すことはないですわ、何も言いません。私はもう明日カラオケは9時半ぐらい、9時半。何時に帰ってこれるかな。明日は予定がありましてね。あ、余裕ですね、余裕ですわ。9時か9時半、予約入れます何を言いたそうだったのかって。もう私は何も言いませんので、
も結婚しなくてもいいと思うけどね。なんか一人で楽しそうに生きてたら羨ましいなって思う。美味しいもん食べて。では読みます。13位アキアンさん、12位24フレットさん、11位ミニマロンさん、10位パクチンさん、9位ケンツーさん、8位翼星さん、7位ロボリンさん、6位ひとしさん、5位理化学研究所さん、4位ミキヤくん、3位服部さん、2位ヤスルパンさん、1位ルドムさん。ありがとうございました。僕もそう思ったね。いやなんかみんなを見てたらそう楽しそう。神谷さん、たまやん、ありがとうございます。おやすみなさい。結婚もいいですよって、ほんと？なんか縛られたくないじゃん。おやすみなさい。ではまた明日カラオケ配信します。明日はおやすみなさい。おやー。